海南サラサ道断は、ツツジドウダンツツジ属の落葉低木。樹高は1から5メートルになる。若い枝は無毛。葉は枝先に集まって固成する。葉兵は、長さ3から10ミリメートルになり、縮れた長毛が治留する。葉心は、東乱状楕円形、または楕円形で、長さ3から7センチメートル、幅1.5から3.5センチメートルになり、先端はややとがるか鈍く。 基部は次第に狭くなり、傭兵に流れる。葉の表面は凹んだ、主脈状に短い毛が生える他は、無毛、裏面は全体に褐色の縮れた毛が散るうし、特に主脈の両側には密生する。先端に線状突起があり、円には先端が毛になる、再挙子がある。下記は5月中旬マイナス6月中旬。枝先に、 長さ4から9センチメートルの細長い相乗花樹を垂れ下げ、8から20個の花をつける。花柄は、長さ0.5から1.5センチメートル、花樹軸や花柄には、褐色の縮れた毛が治留する。額は交渉形で深く五列し、列片の先端は鋭く尖る。果敢は緑色を帯びた朱色で、長さ7から8ミリメートルあり、小形で先端から4分の1くらいまで五列する。 悠水は10本ある。果実は、長さ5から8ミリメートルの楕円型になる。果てで、縦に深くくびれた五両があり、貨幣が湾曲し上向きにつく。種子は、長さ3から4ミリメートルの長楕円型になり、円や側面に不規則な翼がある。本州の愛知県、三重県、和歌山県、四国の太平洋側に分布し、低山の林園や岩地に生育する。ありがとうございます。